こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海自誇る世界でトップとも言われる通常動力型潜水艦潜水艦。日々任務は過酷さを極めている。それは静粛性でトップとも言われる。潜水艦を日本は防衛に使用されている。通常動力型潜水艦と原子力潜水艦と動力源は大きく2つに分けられるが、では潜水艦の任務では日光を浴びることはなくただ暗い潜水艦内にいることだ。今回は今までにない人体への影響を見ていきますね。こんな話聞いたことないですよね。2020年、世界的な新型コロナウイルスの蔓延から、世界中で、感染予防のための外出等への規制や自粛を求める状態が発生したが、このところ、日本では、緩和の方向に向かいつつある。しかし、以前としてり、感染の発生は収束したとは思えず、報道を見る限りにおいては、経済再開を優先し、春先頃に見られた。外出自粛の流れとどちらが正しいのかの判断は、難しいようにも映る。さて、そうした新型コロナウイルスへの感染予防の観点から、できる限り、自宅から出ない、いわゆる、巣ごもり状態の人々も多いと言われるが、この行動の健康に対する影響について、興味深い報告がなされた。これは、オランダ軍が、軍隊の中でも、ひときわ隔離された環境での勤務を、強いられる潜水艦勤務者について、3ヶ月間の連続勤務下でどのような、身体的な変化が見られるかを観察したものだ。このオランダ軍の調査によれば、13名の潜水艦乗組員を対象とし、平均年齢が22歳から33歳、BMI 値が 21.1 から28.5 のメンバーに対して、3ヶ月間の潜水艦勤務が、どのような影響を与えるか観察している。結果、ほぼ体重の維持には成功したものの、体脂肪率の増加が認められ、これは、開始前の 21.9% プラスマイナス 3.2% から 24.4% プラスマイナス 4.7% までと明らかに、増加傾向が確認されたものとなった。これに伴い、上腕二頭筋、上腕三頭筋、肩甲下筋、腸骨筋の4つの部位で、測定された皮下脂肪の厚さは、平均 14mm プラスマイナス 13mm までのおよそ 35% で増加したことが確認されたという。また、エネルギー量では、平均での消費量が 2937kcal プラスマイナス 498kcal 比である。一方で、平均の摂取エネルギー量は 3158kcal プラスマイナス 786kcal 日となり、1日あたり 221kcal プラスマイナス 506kcal 増加となった。この他にも血糖値の低下、ビタミン D 濃度の低下などが今回の調査で確認されており、総じて潜水艦という閉鎖環境が人体に与える影響について概ね予期したような結果が見られた模様だ。しかし、最近でこそ海上自衛隊でも潜水艦乗組員に女性を登用する
ジェンダーフリー策が出されたが、大型の原子力潜水艦を除けば多くの潜水艦で極めて限定された空間での勤務を強いられる。そのため、単なるジェンダーフリー対応といっても、居住スペースやトイレなどを男女で分ける設計にすることも、他の水上戦闘艦などと比しても非常に困難であることが容易に想像できる。それでも海上自衛隊が女性の潜水艦乗組員確保の方向に舵を切ったのは、少子化の加速する日本において従来の男性のみの体制では乗組員の確保自体に限界があることを睨んでのことだろう。冒頭の新型コロナウイルス下でのオランダの調査では、やはり狭い。潜水艦内での生活は、体脂肪の増加が懸念されることを示唆する。結果となったが、従来から潜水艦内での食事は特殊な意味を持つ。それは、閉塞された狭い潜水艦内での生活においては、唯一と言ってよい。楽しみが食事だとされる点で、乗組員のストレス解放と、モチベーションアップにある程度豪華な食事は欠かせないという。狭い潜水艦の中で、特に通常動力型潜水艦の場合、水の使用も制限され、入浴は、ほろかシャワーさえおぼつかない過酷な環境は、せめて、食事くらい楽しみを持たせようとの苦肉の策でもあるのだ。幸い、近年の海上自衛隊の潜水艦は、冷暖房のエアコンも装備され、シャワールームも充実していると言われているが、乗組員に閉所でのストレスに強い耐性が求められることには変わりがない。乗組員の居住性だけを考えるならば、原子力推進型の潜水艦の方が、艦内のスペースや水の使用量などの環境面において勝っていることはまず、間違いがない事実と言えるだろう。しかし、原子力推進型の潜水艦を保有しているのは、2020年現在でも、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドに限定されており、高額な建造費と遠洋への進出を前提にしている。日本やオーストラリアなどでは、原子力の軍事転用が政治的にも厳しいため、今後も原子力推進型の潜水艦は保有しない可能性が高いが、最近はなぜか韓国がその保有に意欲を見せ始めている。しかし、日本の場合、推進方式以前に潜水艦は敵の艦艇を領海から駆逐する防御的な使用が前提としてあり、国是としての専守防衛を旨とすることからも、知れにそぐわない兵器と見られている。ただよくできた通常動力型潜水艦は、原子力推進型に勝る点があると言われており、それこそが高い性粛性であり、敵の対潜哨戒網をかいくぐり、その位置を特定されないことで、大きな抑止力となる。通常動力型潜水艦であっても、多数の国では、攻撃と防御の両面を求めるため、対地攻撃用の兵装を搭載したりしているが、海上自衛隊の潜水艦は、対潜水艦、および、追艦攻撃に特化した兵器として、進化を続けている。